り霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。世界一高い&高級な食べ物、料理を知っていますか？今回は、世界一高い&贅沢な食べ物、料理ランキングトップ25を紹介します。世界一高い食べ物料理が、豪華な理由も紹介するので参考にしてみてくださいね。世界中には、想像を超えるような高級グルメが溢れています。そのような高級な食べ物には、一体どのような秘密が隠されているのでしょうか。今回は日本も含め、世界一高い食べ物や料理を紹介するので、旅した気分で楽しんでください。豪華な食材やグルメには、以下の共通点があります。希少な食材が使われる、手間暇がかかる、高級装飾品で飾られている。世界一高い食材は、生産地域がそもそも限られ、その高級食材を生み出すためのコストや時間がかかるものが多いです。さらに、世界にある高級食材の中には、料理に付加価値をつけるためのダイヤモンドやパールといった高級の装飾品が料理にあしらわれているものもあります。見た目も魅了する高級グルメですが、世界には実際どんな高級食材や料理があるのでしょうか。ここでは、各国にある世界一高価な食べ物を、ランキング形式で25選紹介します。日本でも足を運べる料理店や、取り寄せ可能な食材もあるので参考にしてみてください。見た目が真っ黒な大玉サイズのデンスケスイカは、北海道の当麻町で栽培されているブランドスイカです。過去最高額の初競りでは、一玉70万円の値がつきました。デンスケスイカは糖度が11度以上、形や色ツヤが美しいかなど様々な面から厳しい目でチェックされ、基準をクリアしたものだけが市場に出回るため高価になっています。大阪の高石市にあるカフェ、オールデイダイニング光で提供される白いちごの山登りパフェは、高級な白いちごを4パックも使用した豪華なビジュアルのスイーツです。いちごの品種が約250種類ある中の白いちごは、10種類ほどと少なく、その生産量が少ないため高価な食材として扱われています。インドネシアで生産されているコピルアクは、コーヒー豆の中でも高価で有名です。しかし、その生産方法は特殊で、コーヒー豆を食べたジャコウネコの糞から採取されています。一匹のジャコウネコからは、たった 3g ほどしかコーヒー豆が取れません。その味は、苦味が少なくチョコレートのような甘い香りが特徴です。高級な食パンの店が注目を集める中ひときわ高価な食パンは、山口県宇部市で製造されている京生千里食パンです。天然甘味料を使い、鉄分、食物繊維が多く含まれ体にも優しく、すべて職人が手作業で時間をかけて作っているため、高値で売られています。ふるさと納税の返礼品としても扱われているため、気になる人はぜひチェックしてみてください。食用淡水魚であるエンプラウは、マレーシアの一部の地域でしか育たない果物を主食とし、生息地も限られているため、マレーシアでは高額で取引されています。エンプラウの魚の身は柔らかく甘みがあり、その美味しさのあまり中国では忘れられない魚と呼ばれるほどです。シャトーブリアンは高級部位のヒレ肉の中でも、特に柔らかい中心部分のことを指し、1頭の牛から 600g しか取れない希少部位です。そのため 150g あたり1万から1万5千円が相場で、中には6万円を超えるブランド肉も存在します。赤身肉がとてもきめ細かく、口に入れると溶けるように柔らかいのが特徴です。ニューヨークのマンハッタンにあるレストラン、セレンディピティでは、クレームデラクレームポムフリットと呼ばれる高級フライドポテトが提供されています。ジャガイモをシャンパンと酢で下茹でし、ガチョウの脂肪で2度揚げ、最後に金粉、トリュフ塩、トリュフのスライスなどの高価な食材を惜しみなくトッピングして作られています。ラボノットは、フランスの小さな島、ノワール無系統でのみ栽培されている希少なジャガイモです。皮が薄く、小さい実の品種で、海の近くで栽培されているためかすかな海の味がします。実が柔らかくて作業で丹念に作られており、ワンシーズンの生産量が少ないことから高価な食材として扱われています。神奈川県横浜市にある中華料理店、小福門が提供するフカヒレラーメンは5万円ととても高額な一杯です。麺の代わりにウバザメのフカヒレを使用し、さらにトッピングには和牛サーロインステーキなどの数種類の高級食材が使われており、一生に一度は食べてみたいといった意見が多い一品です。
宮城県仙台市にある高級パウンドケーキ専門店 U&G が製造しているパウンドケーキはギネス世界記録に認定されています。1玉5万円もする。糖度 20% 以上の古山果樹園のトロモモを使用しているため、1本8万8000円と大変高価です。世界一高価なチョコレートはインドにあるタバコ会社の高級チョコレート部門より 100g 6万7000円で販売されました。チョコレートの名にはそれぞれ創造者、育成者、破壊者の意味が込められています。ガーナ産やベネズエラ産のダークチョコレート、ルビーチョコレート、アーモンドプラリネなど、こだわりの具材が融合してできたチョコレートです。アワビの苦いを古くから製造している山梨県の新源食品と、東京麻布台にある名店青柳が開発したアワビ苦いは、10個限定で販売されました。希少で身がふくよかな最高級品の黒アワビを使用し、食材だけでなく味付けする調味料にも一級品にこだわった一品です。ドバイにあるカフェスクーツカフェは、ブラックダイヤモンドと呼ばれる10万円の高級アイスクリームを提供しています。ハーゲンダッツのアイスクリームに換算すると、その250倍もの値段になる高級品です。アイスクリームにはマダガスカル産のバニラビーンズを使用し、その上にはサフラン、黒トリュフ、金箔といった高級食材が豪華に散りばめられています。セルビア西部のロバ牧場で作られているロバのチーズも高級食材の一つです。授乳中のロバが1日に搾乳できる量はたった 200ml であり、1キロのチーズを作るのに25リットルのロバ乳が必要で、年間に生産できる量も少ないため高価な値段がついています。ロバのチーズは少々臭みがあり、塩気が強いのが特徴です。世界一高価なスパイスはサフランで、イランとスペインで全体の生産量8割を占めています。サフランが高級とされる理由は、1キロのサフランを採取するのに約15万から30万個の花が必要で、その収穫は全て手作業で行い40時間もの膨大な手間が必要とされているためです。サフランは希少性が高いゆえに、過去に偽装品や粗悪品が出回ることもありました。世界で最も高級なピザは、アメリカのニューヨーク州にあるインダストリーキッチンで提供されています。表面に24金の金箔が覆われているだけでなく、高級食材であるフランス産のフォアグラ、トリュフ、カスピ海産のキャビアがふんだんに使われているのが特徴です。このピザをたしなむ際は、48時間前には予約が必要です。世界一高価な弁当と称される、鳥取和牛丸ごと独り占め箱が、2018年に期間限定で販売されました。鳥取和牛は2017年、和牛の全国大会で肉質日本一に輝いた希少で高価な牛肉です。鳥取和牛丸ごと独り占め箱は、鳥取和牛を贅沢に4キロも使い、部位ごとで異なる肉質や食感を心ゆくまで楽しめる弁当になっています。世界では様々な寿司が出回る中、フィリピンでは5貫40万円もの寿司が作り出されました。その内容はピンクサーモン、フォアグラ、ナマコ、カニ身などの珍味をネタに使い、上のトッピングには真珠12個、0.20 カラットのダイヤ4つがあしらわれています。高価な食べ物として生み出されたというより、装飾品でごまかした様子が否めません。オランダのディーダルトンズというレストランが創作したゴールデンボーイは、世界一高価なハンバーガーとして話題になりました。ゴールデンボーイには、A5 ランクの和牛やタラバガニ、生ハム、白トリュフ、ベルーガのキャビアなどの高級食材が目いっぱい挟まれています。味付けのバーベキューソースは、最高級品のウイスキーとコーヒーである、ザ・マッカランとコピルアクから作られました。世界一高いとされる高級魚は、1キロあたりの価格が70万円の海のダイヤモンドとも呼ばれるクロマグロです。大物が取れれば1年間遊んで暮らせると言われるほど高価で、2013年の過去の最高額には、200キロを超えるクロマグロが1億5540万円で取引されました。クロマグロは、回らない寿司屋やデパートなどで見つけることができます。キャビアの中でも卵が金色に輝く、アルマスペルシカスは最高級品です。アルマスペルシカスは、カスピ海に生息する希少なペルシャチョウザメから取れる卵ですが、生息数が激減している上、卵が取れるまでにおよそ30年もかかります。アルマスペルシカスに分類される卵は、粒が揃い、金色に光るもののみなので幻のキャビアとされています。
イギリスのロストガーデンズ・オブ・ヘリガンで栽培されるパイナップルは、一玉140万円と大変贅沢な価格です。その秘密は、大量の藁、馬の糞尿を利用するパイナップルピットを使用した特殊な栽培方法が用いられ、一玉栽培するのに約17万円の費用がかかるためです。もともとは熱帯フルーツのパイナップルを、寒冷地であるイギリスで栽培するのは難しく膨大な費用と手間をかけ、この高級パイナップルが作られました。世界一高価とされるデザートは、イギリスのプリンリンデスホーカントリーハウスホテルで提供される、一つ331万円もするチョコレートプリンです。最高級のベルギーチョコレート4種類とシャンパンを贅沢に使い、注文から数週間かけて作られ、プリンの上には2カラットのダイヤモンドが散りばめられています。黒トリュフは高価な食材で知られていますが、その中でもひときわ高価なキノコはイタリアアルバ産の白トリュフで、白いダイヤモンドと呼ばれるほどです。2007年のギネス世界記録に認定された白トリュフは、1.3 キロで3800万円の値がつきました。白トリュフは人工栽培が難しく、限られた自然環境下でしか育たないため、流通量も極めて少なくなっています。最後に紹介するのは、世界一高価な酒である1本4億3000万円の幻のブランデーです。原酒には多くの万能薬が使用されており、100年間樽の中で保管され、飲むと不老不死になるとの噂もされました。原酒を入れたボトルには、24金と6500個ものダイヤモンドの装飾がされており、現在は入手困難品となっています。今回取り上げた世界一高いグルメの金額を見て、手を出せない価格に驚いた人が多くいるかもしれません。贅沢なグルメは頻繁に楽しめないからこそ、人を幸せな気持ちにしたり、心を豊かにしてくれます。今回紹介した世界一高い食べ物が運よく入手できたら、ぜひ一度食べてみましょう。